じゃあいきます。で、大気音が鳴ったら今度このボタンを押します。いきます。ダストチャンネル、ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。仮面ライダーセイバーナルデラックスドラゴニックブースター&キングライオンブースターだ。イエーイ。さあ、どでかいのが来たよ。こちらは仮面ライダーセイバーに登場する仮面ライダーセイバードラゴニックナイトと仮面ライダーブレイズキングライオン大戦記が使う新しい武器です。では早速レビューしていくぞ。もしこの動画が面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では早速箱から見ていきましょう。箱の正面はこんな感じですね。これがドラゴニックブースター、そしてこれがキングライオンブースターですね。2モードチェンジするそうです。ここにはなんだ、別売りのワンダーライドブックで必殺技と書いてるね。ということはワンダーライドブックと連動するのかな。箱の上側はこんな感じですね。下側、横、反対側の横側、そして後ろ側です。基本的な遊び方を見ていくと、まずは2モードで通常攻撃ができて、あとは別売りのワンダーライドブックとそれぞれのモードで連動させることができるようですね。で、これ。ドラゴニックナイトワンダーライドブック。これはこのおもちゃと同じ日に発売されたワンダーライドブックですけど、それと連動することもできて、これ来週かな？なんだっけ名前が。キングライオン大戦記ワンダーライドブック。これとも連動するようですね。で、これ。もう、聖剣ソードとも連動してリード必殺技が出せるのかな？これもやっていきましょう。楽しみです。さあ、では中出していきましょう。どんな感じで入ってるかな？よいしょ。結構大きいからね。いきますよ、せーの、じゃん。お、段ボールで入ってたね。じゃ、中蓋、中蓋、中蓋、オープン。お、あー、はい、中出しました。ではそれぞれアップで見ていきましょう。まずはこれから見ていきましょう。これはグリップ本体、一周ぐるっと見ていくとこんな感じで、成形色はブラックにレッドとかブルーのスイッチみたいなのがたくさんついてますね。上から見るとこんな感じで、下側で、これはね、こうやって持つものになりますね。こんな感じ。あ、大人でもね、ギリもちょっとね、痛いな。ちょっとね、幅が狭いね。やっぱりキッズサイズだから、ちょっと大人にはちっちゃいかな。こんな感じ。ここにね、スイッチがあるから、親指で押す形になる。こうかな。左手で持つんだね。こんな感じ。で、ここにもスイッチがあって、ここにジョイントかな？接続ジョイントとかがあって、これもスイッチになってるね。で、ここはギザギザしたようなデザインになっていますね。で、ここは、なんていうの、腕に巻くバンドになってて、ここにスイッチがある。これはね、モード切り替えスイッチになってますね。今これは真ん中になってて、真ん中にね、これ見えるかな、ちっちゃいんだけど、ここにね、バツ印がね、ここにある。で、こっち側が、ちょっと反対だね。こう、この向きだね。まあ見えないね、これ。こっちがね、A って書いてあって、こっちがね、B って書いてある。だからこれでモードチェンジするんだね。では次、これ見ていこう。かっこいい。これはドラゴニックヘッド。一周ぐるっと見ていくとこんな感じで、ブレイブドラゴンの頭になるのかな。これね、すごく好き。ここはね、レッドの成形色で、ここはガンメタリックの成形色。これすごいのが、この目の周りの、この、ガンメタリックの部分。これもね、パーツ分けで、成形色で違うパーツになってます。で、ここはゴールドの塗装だね。すごい。で、次これ。キングライオンヘッド。ガオー。これだね。一周ぐるっと見ていくとこんな感じで、成形色はブルーですね。で、さっきの、ドラゴンヘッド、ドラゴニックヘッドか。ドラゴニックヘッドと同じように、このあたりはガンメタリックの成形色のパーツ分けになってます。これもそうだね。で、ここはゴールドの塗装になっています。ちなみに下から見るとこんな感じだね。上側。で、このヘッド2つをこんな感じで付け替えて、モードチェンジして遊ぶっていうようなものになってるんですけど、このヘッドの付け方は、まずこっち側。ここに、まずジョイントがあるね。この長細い凹み。あとこの両脇のこの突起。これを、このグリップ本体の
ここと、あと、この部分。反対がここだね。ここに合体させるというものなので、やってみよう。できるかな、うまく。お、結構難しいぞ。お不器用だな。あ、お、こうか。はっと、お、ぷわっぷわっぷわできた結構難しかった。けど無事できた。こんな感じだな。おー、すごっ。かっこいいね。これが、なんだっけ、ドラゴニックブースターになるわけだね。こんな感じ。で、取り外すときはどうするんだ？取り外すスイッチとかはないみたいなので、まずは、ここで、このボタンで口を開いて、で、こうやって引っ張って、グッと取り外す。あ、こうするとね、簡単に取れます。キングライオンヘッドを取り付けるときも同じですね。ここと、ここと、ここの3つのジョイントを使って、このグリップ本体に接続すると。いや、これね、コツつかむと結構簡単にできませんね。できませんよ。あ、できたできた。こんな感じ。かわいい。かわいいって言っていいのかな？かっこいいね。で、外すときは同じようにこう開いて引っ張って、よっ、取り外す。よっと。うん、結構ね、取り外し力いるね。では次に大きさ比較してみましょう。まず仮にこのドラゴニックヘッドを装着して、これで大きさ比較してみましょう。まずは分かりやすいようにこれ、500ミリペットボトルと比較すると、こんな感じの大きさです。あとは聖剣ソードと比較すると、これぐらいの大きさになってますね。大人が手につけてみると、負けるかな？あ、全然余裕で負ける。こんな感じだね。おお、かっこいい。でもね、やっぱりさっき冒頭でも言ったように、ここの幅はね、ちょっと窮屈だね。さあ、ではいよいよ音声聞いていきましょう。まずは電源オン。電源は、後ろ側の、この部分ですね。ここね。ここ。今真ん中にしてるので電源切ってありますけど、これを A にすると、いくよ。ドラゴニックブースターガオーっていう音声が鳴ったね。これでドラゴニックブースターモードっていうのかな。そうだね、ドラゴニックブースターモードになりました。じゃあまずは通常攻撃音。通常攻撃音はこのボタンを押します。いきます。スパイシードカーン。あ、連打すると最初の攻撃音だけスパイシーって言って、あとは爆発音が鳴る感じだね。じゃあ次は別売りのワンダーライドブックを使ってリード必殺技をやってみましょう。これも今まで同様3段階までステップアップできるのでやっていきましょう。まずは1段階目。使うワンダーライドブックはこれ、ブレイブドラゴンワンダーライドブック。じゃあ行きましょう。まずはこのボタンを押します。するとこうやって口が開いて、ここにね、ワンダーライドブックをセットします。で行きます。で、待機音が鳴ったら、今度、このボタンを押します。いきます。ワンリーディング、フレームスパイシーって言ってたね。これすごくない？ワンダーライドブックをセットすると、ドラゴンの口が一回閉じるんだよ。あたかもこう噛みついたような、こう動きをするんだよね。これすごい面白い。では次は2ステップ目行ってみましょう。次はこれ、ストームイーグルワンダーライドブックを追加で使ってみます。手順は一緒でワンダーライドブックを2個セットするだけですね。では行きます。まず1つ目。よっ。2つ目。じゃあボタンを押します。リーディングミックススパイシーだね。いや、これ楽しいね。じゃあ次3ステップ行ってみましょう。じゃあ次はこれだね。追加で使うのは最優ジャーニーワンダーライドブック。じゃあ行きましょう。まずはブレイブドラゴンワンダーライドブックからセット。次はストームイーグル。最後は最優ジャーニー。
じゃあボタン押します。スリーリーディングドラゴニックスパイシー。いや、このガブガブアクションが可愛いね。では次はドラゴニックナイトワンダーライドブックを使ってリード必殺技いきましょう。やり方はまずこのボタンを押して口を開きます。で、この状態でこのワンダーライドブックを噛ませようとすると大きすぎて入んないんだよね。だからもう一段階手動で引き上げて、こうやって口を目いっぱい開くんだよね。顎外れた感じになってるけど、この状態でこのワンダーライドブックをセットします。いきます。で、このボタンを押します。いきます。ハバネロリーディングドラゴニックホットスパイシー。スパイシーとかハバネロとかだからちょっとこう辛い感じのイメージなのかな。あ、今自然に閉じたけど、これ手動で閉じることができるので勇気を持って口を閉じてあげてください。さあ、まだ遊び方ありますよ。次はこれ聖剣ソードと連動させてリード必殺技もできます。これ実はさっき触れてないんですけど、実はグリップの裏側にリードする部分があるんだよね。これを聖剣ソードのこの部分にリードさせます。じゃあいきますよ。スペシャル、ふむふむふむ。じゃあいきます。トリガー完全独破一戦。これで遊び方1セットだから、これがね、もう1モードあるわけだからね。早速遊んでいこう。じゃあまずはモードチェンジしていこうか。まずはこのドラゴニックヘッドを、よ、引っ張って、取り外して、もう一つのキングライオンヘッドを合体させますと。よっ、ほっ。はい、こんな感じだね。で、スイッチを今度は、ピントピント、よ。あ、これね、ここ B にします。今 A になっているから B にします。よ、キングライオンブースター、ガオーって音声が鳴ったね。これでモードチェンジ完了です。では音声聞いていきましょう。まずは通常攻撃音、バーストバキューンって音声かな。これも最初の1回だけバーストって音声が鳴って、連続で押すとあとはなんだろう、爆発音みたいな音声が鳴ったね。じゃあ次はワンダーライドブックをリードしてステップアップ必殺技聞いていきましょう。手順は一緒です。まずはこのボタンを押して口を開いてライオン戦記ワンダーライドブックをセットしてみます。お、大気音が違うね。じゃあスイッチを押します。炭酸バーストなんだって。炭酸だ今回。僕ね、炭酸好きなんですよ。どうでもいい。相変わらずこのガブガブアクションが可愛いね。じゃあ次2ステップ目いってみましょう。次追加でいくのはこれにしようかな。ピーターファンタジスタワンダーライドブックでいきます。じゃあいきますよ。まずはライオン戦記。スイッチをします。2リーディングミックスバースト。じゃあこのまま3ステップ目もいってみましょう。3ステップ目で追加するのはこれ、天空のペガサスワンダーライドブック。じゃあいきましょう。まずはライオン戦記から。じゃあピーターファンタジスタ。そして最後が天空のペガサスワンダーライドブック。じゃあスイッチをします。
スリーリーディング、ライオニック、バーストー。じゃあ次は、キングライオン大戦記ワンダーライドブックを使って、リード必殺技行きたかったんですけど、まだ発売されてないんだよね。これ来週発売なので、これはね、発売されたら、その、なんだっけ、ライオン大戦、キングライオン大戦記ワンダーライドブックのレビュー動画で音声確認したいと思います。今回は、ドラゴニックナイトワンダーライドブックを使って、音声確認していきましょう。じゃあ行きます。あ、そうそうそう。入んないからね。太いから。これも同じように、口を一段階開いていきます。あ、スプラッシュリーディングになるんだね。じゃあ行きます。ライオニックフルバーストーだって。では最後に水星拳流れにリードさせて必殺技を聞いて終わりましょう。ではいきます。同じようにグリップの裏のこの部分を水星拳流れにリードさせます。ではいきます。スペシャルフムフムフーブ。ではいきます。ピント来たね。いきます。ということで本日はデラックスドラゴニックブースター&キングライオンブースターを紹介しました。まずライダーでコテっぽい武器出るのは珍しいなと思いました。戦隊だとねよくあるイメージなんだけど、まあ最近だとマックス流装チェンジャーかな。いやーでもありだね。ライダーでもすごいありだと思います。モードチェンジできるのはもちろんいいけど、ガブガブアクションがね、すごい楽しかったかな。聖剣ソードでのリード必殺技もかっこいいので、めちゃくちゃ遊んでて楽しかったです。これを使って2021年の初めは大暴れしてくれるのかな。劇中が楽しみです。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後、噛むな噛むな。では次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。